続いてはスイカ、新軍団員獲得なるか。スイカというメンバーでございます。お願いします。スイカ、ちょっと待って、なんかポーズがもうあるじゃないか。スイカポーズです。スイカポーズ、スイカポーズ、これ、はい、スイカなのか。あのスイカを切った形。あ、はい、想像していただければ。なるほどね、半分のね。半円ですね。もうポーズまであるわけだ。そうなんです。だから日村さんの顔面スイカって言われてんだからね。ここ日村さんちょっと苦手でしょ。これもでも俺スイカが嫌いだからね、食べるの。それは全く問題ないです。なんでスイカなの。私たち誰もスイカ好きじゃないんです。え、はい、なんなの。何なのスイカって。ダイエットをしたいなと思いまして、このメンバーの中で一番体重が減った人が夏になんか景品もらえようみたい、もらおうみたいな話になった時に、夏だし、あ、じゃあスイカでいいんじゃないみたいな話になって、あ、もうじゃあスイカってなって、でそっからもうめんどくさいから総称をスイカと呼ぶことにしました。え、じゃあダイエット軍団だったわけ。そうです。まあでもいろいろ元をたどると、実は、私とあとこの3人、はい、4人ですねが仲良くて、はい、そこに後からニャーが入ってきました。ニャーって呼ばれてる。はい、ニャーって呼ばれてる。なんでニャーなの。西のスイカの中でニャーって呼ばれてる。ニャー、西野も入ってる。西野はなんで。まあ、去年のツアーで、うん、あの地方回るときに必ず希望者だけでご飯を食べるんですよ、はいはい、それによくいたっていう。ああ、スイカという存在知ってたの。そのツアー中に知って、へえスイカって言うんだ、へえみたいなぐらい。なので、あの先ほど言った香港でもほとんどなんかこう自由にそれぞれやりたいことをやるっていう感じで、例えば、うん、あのエッグタルトをどうしても買いたい私とジュンナとユーリ、うん、そしてちょっと疲れた、うん、ティーちゃんとニャンがスタバでまったり、うん、あ、その辺はもう個人の、はい、まあ、主張を結構優先してくれるわけ。その間、あの重たいキャリーとかは見といてあげる。あ、でその後やっぱ雑貨を買いに行きたいっていうメンバーが出て、ジュンナとティーちゃんが雑貨を買いに行き、うん、でスタカフェに私とユーリとニャーが、うん、今西野ずっとニャーがいいんだけど、ニャーがずっと動いてない。カフェにしかいないけど大丈夫ですか。疲れやすいし三半規管がね弱いから。みんなの荷物番を空港でもずっとやってた。ニャーが、ニャーは楽しかったもんね、その旅行は。超楽しかった。それぞれの家に遊びに行くことができます。なるほど、はい、あ、じゃあ、ね、日村さんがもし入ったら日村さんの家にも行くわけ。あ、行きます。いいよ、いいよ、おいでよ。大丈夫、ベランダ出ると写真撮られてる。あいつ取り上がって取り上がった。6人で本当に楽しくて、まあ、さっきも言ったように最初はニャーが入ってなかったんですけど、うん、まあ、入ってみて、うん、7セリフだよ。もう、あ、人生変わりました。いや、分かれてんだ。いやいや。